こんにちは、堀秀夫です。今日はトラブルの中でね、詐欺メールトラブルというのについてお話しします。たまに詐欺メール、えー、来ますで。まあ今もうメール来た時のね、鉄則は、メールのリンクはクリックしないと、まあこれ鉄則です。サポートメルマガで、えー 動画やリンクくっつけけて,て言うのなんですけどね。まあ、ただ私のサポートメールはね、えー、ドメイン 39kk.com、ね、とか、えー、それでね、えーまあ、堀のメールだなということを確認できてクリックしてると思うんで、えー、問題ないんですけど、そうじゃなくてね、あんまり受け取ったことがないメール、えー、それが来て、なんか、えー、急がないと。 大変なことになりそうな、あるいはめんどくさくなりそうなえ雰囲気を醸し出した文面が書いてある。これはもう詐欺メールです。ね、メールのリンクはクリックしない。まあ、これですぐですで。仮に詐欺メールじゃなくてね、本当に、まあ、送られてきたメールだったらどうなるか、ほっといても大抵どうもなりません。ね、クリックしちゃうとね、えー、すごいめんどくさいとか大変なことになる可能性ありますけど、まあ、ほったらかしにする。あるいはメール見落として気づかないと。 いうのはね何も起こりませんので、えー、もう、えー、佐川急便とかヤマト運輸のね配達確認メール、あれ、配達なんかあったっけなとかね、えー、逆に最もらしいので来るんで危ないんでね、えー、その辺佐川急便、ヤマト運輸、仕入れなんかで使ってる可能性あるんで、ありがちですよね。あるいは銀行やクレジットカード会社のパスワード確認メール。ねえー あなたのアカウントに誰かがログインしようとしましたって急いでパスワード変更してくださいみたいなねあるいは、えー、ログインしようとしましたか確認ですみたいなね、えー、形かあるいは、えー クレジットカー,カード会社からだとね、50万円の請求ありましたけど、これ、えー、確認しますかって、かあの連絡ないとこれ、支払いますみたいなメールとかね、まあ、何しろ慌てさせるようなメール、リンククリックしたら結構ややこしいことになる可能性が高いです。出来が良ければいいメールほど、リンクした後のダメージはでかい可能性があるんでね、もう何しろメール来た、リンククリックしないと。 ヤフや楽天やヤフーまたアマゾンからの注文確認メールもそうですよね。買った覚えのない注文来てね、なんだこの注文と思ってリンククリックしちゃったらね、えー、変なとこ誘導されるとかありました。メールについたリンクは一切クリックしないこと。添付 ID を開いてもいけません。本当に大丈夫なのか不安だったらご相談ください。ちなみに私はね、メールが毎日何百通も来ますから、ほぼ、ね、ほぼ見ようとしてます。 たまたま見たのにね、ああ、これ用事があったメールだなって、ね、開きますけど、まあ、それ以外のメールはね、まあ、ほぼほぼスルー、ね。えー、全部見てたらね、それだけで1日終わっちゃうって感じなんで、もうメールがそもそも見ないです。でね、えー、だからこそサポートはチャットワークでやってるんですけど、まあ、メール見落としてね、えー、なんかすごい大変なことになったということは全くありませんので、えー、メールにいちいち真剣に対応するというのはね、 えー、おすすめしない方法ですでまた、ね、架空請求のメールにも注意と。だい,たいまあ英語にしろ、日本語にしろね、こう支給確認してくださいとかね、未払いの通知ですとか、最終通告とか、ねえー、あるいは裁判しますとかね、なんかそういう文面が入ってたらもう99.99% 99詐欺メールです。メールについたリンクは一切クリックしないこと。店舗ファイルを開いてもいけません。 本当になんかちょっと心当たりあるんだよなという時きも、ね、無視した方がいいです。でね、真剣に考えるのはね、えーまあ、裁判所から、ね、正式な通知が来てから、ね、考えれば十分済みますし、裁判所からの、ね、正式な裁判のお知らせなんて来ないです。 あるるいいは誰かが就勤に来ることもないです文面にはそういうこと書いてありますけどそんなことになった試しがある人はねあの全然周りに一人もいないですからまあこれまたね無視して全く問題なしと、まあ、何しろ、ね、パソコン使った副業で稼ごうというのに詐欺メールに引っかかってね逆にお金損してたらシャレにもなりません元も子もありません amazon、えー、室に関係なくても無料で相談に応じますんで、まあ、このメールなんだろうと、ね、詐欺メールかなと思ったら、文面をコピペするか画面キャプチャーを取ってチャットワークにてご相談ください、ねえー。特別マニュアルサポート会員は、Amazon オーストラリア a マゾンだけです、ね。個別サポートの会員は、儲かる 儲かるために楽するというのにつながるもんなら、えー、全部ですというような、ね、形で案内してますけど、えー、逆に、ね、このあの詐欺に引っかかって損しそうだという人を放っておくわけにもいかないしこういう情報は、ね、共有すれば被害も防げますので,で、まあ、第三者が見れば、ねえー、すぐにあこれ詐欺だなとか 確認分かることですから、なんかね、変なメール来て大変なことになっちゃいそうだとかね、変な郵便来ちゃったとか、変な内容証明届いちゃったとか、まあ、もしそういうことがあればね、遠慮なくご相談ください。でちなみに、ね、この記事を書くきっかけになったのは、まあ、別に詐欺メールというわけではなかったんですけど、Amazon からの誤配メールです。たまにあります。口座も持ってないドイツ Amazon の BAT 情報を更新せよとのメールでした。 ちなみにアマゾンからの間違いメールのタイトルは、この confirm your German tax vegetation status と、ね、confirm 確認しなきゃいけないのかみたいなね、リンクあればついクリックしたくなっちゃう文面ですけど、まあ、こういう文面で来たのは要注意。でね、本当にアマゾンからのメールだったとしたら、あのログインするばセーラーセントラルに何か書いてありますんで、そこに何も書いてないということはね、もう間違えて送ってるメールです。 amazon ね、間違えてメールくんのね、えー、たまにありますんでね、あのメール入った時は、えー、セラーセントラルのね、旗のとこに数字立ってるか、でその旗に数字立ってたら、その文面はね、確認して何らかの対応が必要な場合がありますんで、ご相談ください。で先ほどのね、この架空請求とか銀行とかで、ね、楽天とか、ヤマトとか、佐川の件についても、メールのリンクはクリックしないと。まあ、ただね、 あれどうだっけなと思ったらその楽天なりね佐川急便の自分のアカウントを持っている場合は、まあ、そこにね、えー、ログインしてメールのリンクじゃなくて、まあ、自分が、えー、普段使っている方法でログインして、えー、なんかそういうね間違った注文が入ってるか、えー、不在配達の荷物があるかそれを確認してください。何しろメールのリンクはクリックしない。まあこれは鉄則です。まあ 不安だったら、あるいは本当大丈夫かなこれというのがあったらね、お気軽にご相談ください。以上、堀秀夫でした。